札幌,札,幌札幌農学校第2農場札幌農学校第2農場札幌農学校第2農場は北海道札幌市北海道大学校内にある施設ウィリアム・スミス・クラークの大農経営構想に基づき明治時代に建てられた木造の畜舎などの建築物群が位置するまた施設は模範的畜舎を意味するモデルバーン モデルバーンという名称でも知られる。一部建造物は内部が一般公開され、北海道開拓時代の農具など展示されている、数々の資料を無料で見学することが可能である。1969年に農場の建造物9棟が国の重要文化財に指定された。官報に告示された指定名称は北海道大学農学部。 旧東北帝国大学の丘大学第二農場となっているが、北海道大学では由来を明確にする目的や、当時の文化庁によって現在地へ移転され、建設当初の姿に復元されていることなどから、札幌農学校第二農場の名称を用いている。さらに、2001年には北海道遺産にも登録された。所在地は、 北海道札幌市北区北19条西8丁目札幌農学校第二農場の歴史は北海道で農業が始まった19世紀末頃が始まりである開拓がまだ十分になされていなかった北海道における食産工業の方針を決めるため北海道開拓市次官を務めていた黒田清隆が1871年にアメリカ合衆国へ渡った当時は 江戸時代の終わり頃より開始されたロシアの南下政策が背景にあり、渡米市海外の技術者の援助を募る目的があった。その後アメリカ農務局の局長を務めていたホーレスケプロンや地質鉱山学者であったティアンチセルをはじめとする一団が日本に訪れ、北海道を3年ほど調査した後、開拓の方法には、蓄力、 機械を用いた畑作や畜産が良いと提案した。黒田清隆はもっぱらいマサクを中心に生活してきた、入植者たちにこうした案を受け入れさせる目的で、エドウィン・ガンラーを現在の農業芝に、札幌農学校には、マサチューセッツ州立農科大学の学長を務めていた、ウィリアム・スミス・クラークや、W.M. ホイーラー、W.P. ブルックス、DP ・ペンハローを中心とする。 お雇とい外国人北海道に招いた。1876年に札幌農学校の教頭に迎えられたクラークは、実践を中心とした農業教育を提唱し、当時は札幌館園という名で機能していた土地一帯を農公園として遺憾、実践農場としての利用が開始された。この農公園という名称は、カレッジファームの日本語にしたものである。 園内は二つの区域に分けられ、学生の農業教育の研究を対象とした第一農場が現在北海道大学難問周辺に、そして畜産の経営を実践する農場としての役割を担った第二農場が現在の大型計算機センターと環境圏が一致する場所一帯に建設された。この第二農場ではそれまで日本人に馴染みのなかった 落農畜産経営を実践できる実習施設として、機能し、外国種の家畜、牧草や畜力のお器具、さらには、マサチューセッツ州立農家大学に習って、室、追込所、工場車を建設した。この建造物はクラークにより、モデルバーンと記載され、日本語でも、札幌の学校もハンカ畜棒と名付けられた。この名称は、 クラークの北海道農業の模範となるようにとの願いが込められたもので、建物群が象徴的であることもあり、後になって第二農場の建物群そのものを指すようになった。モデルバーンは1877年秋に完成。北海道大学内の記念建造物の中では、最も古くバルーンフレーム構造やツーバイフォー方式の工法を用いて作られた洋風の 農業建築は国内においても珍しいものある。その他にも、W. ブルックスが設計に当たったとされる、第二農場とおもろこし湖、穀物庫も1877年に建築され、こちらは、コーンバーン、コーンバーンと呼ばれた。1889年には日本で最初と、推定されている乳牛ホルスタイン種が導入されるなど、農場は、 北海道における畜産や落農が普及する中心となり、日本へ畜産を導入した施設としては、成田の五稜牧場による技術導入と並ぶ国内畜産の発祥の地とも言われている。その後札幌の学校は帝国大学へ昇格することとなり、現在の札幌時計台が位置する場所周辺から校舎を第一農場があった場所へと移動した。これを受けて、 1910年に第二農場はその規模の縮小を余儀なくされ、建物は現在の位置へと移動された。移設後はさらに畜舎を新設。これは当時最も新しい農業技術であったサイロ付きの畜舎だ。また、1965年より農場の近代化整備が始まり、より西の位置へと移動された。この新しい第二農場は、北海道大学農学部附属農場。 第二畜産部として機能し、1967年の移動により終了するまで畜産研究が行われていた。1969年8月19日、近代化整備により使い道のなくなった建物群は、その貴重な建築様式や北海道における畜産の発祥の地であることが考慮され、国の重要文化財に指定された。 その後当時の文化庁により保存に向けた解体や改修工事が行われ、明治時代の初め頃から使用されていた外国の輸入農業器具などを保管して建物の管理を行った。以降は閉鎖管理が続いたが、2000年1月に行われた北海道大学の評議会で文化的価値のある建築物群や畜産資料をより多くの人々へ広めることを目的とし、期間を設けて、 モデルバーンとコーンバーンのみ、建物内部の一般公開を行うことを決定した。また、2001年10月22日には、第一回選定分の北海道遺産登録を受けた。2015年3月に、耐震改修工事が竣工した。札幌の学校、第二農場には旧棟の歴史的建造物が保存されており、そのうち模範的家畜房、モデルバーンと穀物庫。 コーンバーンのみ内部公開されている。公開期間は4月29日から11月3日で、公開時間は午前10時から午後4時の間である。内部には明治初期に使用されていた輸入の畜力の器具や北海道における畜産全体の歴史資料などが展示されてを誰でも無料で見学することが可能である。入り口にある農場事務所は 第二農場の管理施設となっており、ガードマンが常駐している。この建物は1879年にあった発出所の建物を踏襲した設計となっており、30.5坪の広さを誇る。当時としては珍しく窓ガラスを使用した建築物であり、洋風の木造平屋建ての外観と畳部屋の宿直室を持ち合わせる、折衷の建築物となっている。現在は、 文部科学省の許可の下、フローリングを和室に張り使用されている。生乳所は1911年に新築、1972年に解体改修工事が施された建物で、3つの部分に分けられた内部は、冷蔵庫やチーズなどの乳製品の加工室に利用された。建物は、レンガ造りであり、6.5件の長さがある。その北側に位置する建築物は、 釜場と呼ばれる建物で、1910年に新築、同じく1972年に解体改修が行われている。札幌南石を用いて建てられた。この建物は5軒の奥行きがあり、主に設置されていた大釜で、家畜飼料を煮込んで加工する作業を行う施設だった。石造りの建物は、防火の目的があったとされる。東側にあるサイロ付きの建物は、牧牛舎で、 明治時代の終わりに海外から伝来した最先端の技術を駆使し、1909年に建てられた建築物である。1977年に原型を留める形で解体、修復工事が施された。室オレンガでサイロを札幌南市で建設した。この建物は建築当時、日本全体の産業が発展した時期でもあり、デンマーク農法と呼ばれる農業形態を 北海道の農業へ導入する話が持ち上がっていた。牧牛舎のマンサード型畜舎やサイロなどは、こうした歴史背景を受けている。また、屋根裏には搬送用の木製レールがあったほか、柱を中央に建設しない構造で、資料置き場としての機能を果たした。牧牛舎の北側に、模範化畜房が位置する。この木造の建物はもともと1877年に、 WM ホイーラーにより建設されたもので、馬車道が地下室と2階を往来できる構造になっていた。その後1911年に地下室及び馬車道を取り払って現在の位置へ移動。1979年に現状復帰の解体、修復工事が行われた。建築様式は2倍方式のバルーンフレーム構造で農業建築物としては日本でも 最古のものである。一階部は、工場車や、乳牛の産室があり、現在は、様々な農業資料が設置されている。また、二階は、乾燥収納室として使用された場所であり、現在は、農具が展示されている。あとに、マコマ内にある70牧場でもこの建物の設計図が用いられ、同じ形の建築物が建てられている。最も北側にある施設は、穀物庫。 ゴーンバーン、収穫室、動力室、脱布室が組み合わさってできた木造の建物である。内部が公開されている穀物庫は1877年に建築されたもので、1911年に現在の場所へと移動、1974年に解体修復工事が行われている。W.P. ブルックスにより設計が行われた。 この建物もバルーンフレーム構造が取り入れられており、高床式、切妻作りで作られた内部はトウモロコシをはじめとする穀物の保管場所に使用された。また、札幌南一市で作られた動力室は1913年に購入したスチームエンジンによる動力で脱穀などの木作業を行っていた。その他、施設内には漂流所、種牛舎、池がある。 建物には監視カメラが設けられているほか、木造の建造物が多いことも考慮され、全面禁煙となっている。なお、建造物の重要文化財指定名称は次の通りである。括弧内は北海道大学で用いている名称。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。